鳥獣鎮魂武道館決戦ブロディの親友ハンセン、ブッチャーと日本初対決、ハンセンの目にバーニングスピリットを見た。1988年8月29日、ブルーザーブロディメモリアルイン日本武道館、虚勢を捨て天下の秋をしみじみと知る異国での親友ブロディの死を、これまた異国で知ったハンセン、涙で奪った2冠を手にはブルーロープ、そしてブルーザーブロディから譲り受けたチェーンが握りしめられております。ブロディハンセン、あの懐かしい鳥獣コンビのテーマで入場してまいります。さあ、サンハンセンだ、ハンセンだ、ハンセンだ。ハンセンは言います。今日全ての人にブロディの偉大さを心に刻み込んでほしい。私とブロディの永遠不滅の友情を、ブロディのファイティングスピリットをファンと分かち合いたい。我が友のために全てをぶつける、ブロディのために戦う、ブロディと共に戦う。ハンセンが今ブロディの魂と共に日本の土を武道館のリングに立ちました、踏みしめました。さあ、ブロディが見守る39歳の誕生日のリングに、ハンセンは人生最高のファイトを約束してくれました。今入場です。さあ、そしてブロディの宿敵アブドール・ザ・ブッチャーの表情、全日本15年の歴史を血でプレイバックする男、ブッチャーの目に狂気の炎を見ます。アブドール・ザ・ブッチャーの入場。さあ、今君は名勝負のリングサイドに座る、天国のブロディに送る全日本プロレス日本テレビ入魂のバトル、ハンセン対ブッチャー日本初対決シングルマッチ。ブッチャーがゆっくりと入場してまいります。世界の幕を開け、そしてブロディとは違う様相を展開してきた男。さあ、独特の衣装をしています。ブロディが最後に戦った男もこのブッチャーです。ゆっくりとやってまいります、ゆっくりとやってまいります。アブドーラ・ザ・ブッチャーが今リングサイド、こちらもチェーンを持っています。アブドーラ・ザ・ブッチャー、リングサイドに緊張と期待の旋律が走っております。竹内さん、はい、これはチェーンは一回に感染がお前は持つ資格がないと発言しました。しかし持ってきました。これは挑発になりますね。それは完全な宣戦布告ですね。さあ、厳しい表情だ。お色がさっと変わりました。スタンハンセン、ブロディとチェーン、それはキリストと愛、それを両選手が持っている。さあ、アブドール・ザ・ブッチャー、ハンセンの方はブルーロープに持ち替えました。さあ、ハンセンはこの男を倒せるのか。今チェーンを投げ捨てました、アブドール・ザ・ブッチャー。そして腕を伏しています、スタンハンセン。リング上あまりに危険な気配が漂っております。劇的に見てください。ハンセンを倒して逆供養だ、アブドール・ザ・ブッチャー。裏をこな三回日本のシャン・ハンセン、届け魂のロングホーン。スタン・ハンセン、ストンピング攻撃、ご覧のように胃袋のあたりもスタン・ハンセン苦しそうだ。そして苦労攻撃、アブドール・ザ・ブッチャー、ハンセンコールが起きています。ハンセンは場外、ハンセンは場外。まあ、2人とも山田さん、普通の技が必殺技になりますからね。うん、ただね、ブッチャーが地獄突きとかチョップ程度の技だけだったら、はい、勝機はなかなか出てこないと思いますよ。ああ、狂気！狂気！やはり出してまいりました。地獄突きだけではありません、狂気攻撃を出してまいりました。狂乱ファイトの本家本元、早くも額が切れたか。アブドール・ザ・ブッチャー、狂気のコンビニエンスストア、ハンセンの額が切れた。竹内さん、はい、見方によってはこれテリー・ハンクラーの引退試合のような様相も呈してまいりましたね。それですね、ちょっとハンセン形勢的に不利になってきましたね。はい、ブッチャーのペースですね。コンチリングチェーンを出しました、鉄棒も出しました、針金も出しました。まずは棒を出してまいりました。鉄の棒であります、アブドール・ザ・ブッチャー。アブドール・ザ・ブッチャー、まず狂気を出してまいりました。そしてリング内での戦い、さあ、この傷がダメージになってしまうのか、さらに追い打ちをかけようというスタン・ハンセン。
センに、一斉アブドールがグッチャー巻き返していた。さあハンセンコール、ハンセンコール、あーと、あー顔面のあたりをグリ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 やっています。アブドールダブッチャーのすごい攻めだ。アブドールダブッチャー、上樋口のチェックも効きません。竹内さん、これはもうハンセンも、あーっとひっくり返した。ここからですね、ハンセンも返した。ハンセンだってこれ凶器を使って返したらいいんじゃないですか、竹内さん。反省は狂気つかずですね、やっぱり自分の腕一本でこれ反撃していってほしいですね。なるほど、エルボー、エルボーを打っていきました。スタン・ハンセン血まみれのエルボー、しかしまだ狂気は右手に、ブッチャーの右手に入っています。迂闊によると危ないぞ、迂闊じゃあまた狂気、なぜここまで耐えるんでしょうか。スタン・ハンセン、なぜここまで戦わなければならないんでしょうか。ご覧のチルドのスタン・ハンセン、確かに竹内さん、オーバーヒートしたらブロディを満足させるファイトはできない、こうも話していましたよね。しかしなんとかこれに耐えて頑張ってほしいですね。そうですね、こうなったらやってもらいたいと思いますが、あーっとすごい強攻撃、山田さん、この強攻撃どうです、これはね、確かにいけないことですがね、まあ、いわゆるここでハンセンの狂気をやったんではね、はい、ハンセンのいわゆるストロングな戦いがなくなってしまいますからね、この大流血に耐えて反撃してもらいたいですね、はい、さあさあスタン・ハンセン、ちょっと足元がふらついています、足元がふらついています。今リングの中、しかしアブドラ・ブッチャーがそこには待ち構えています。さあハンセン苦しい、ハンセン苦しい。思えばこの日本武道館はブロディにとって全日本マックに戻ってきたのがここ武道館でありました。鶴田からインターナショナルのベルトをダッシュ、ファンとともに心の底から喜びがいた日本武道館。さあその日本武道館でハンセンの反撃が見たい、ハンセンの反撃が見たい。大学のフットボール時代、このブロディと培ったスプリットは誰にも負けないというスタン・ハンセン、今は劣勢であります。2年先輩のブロディはライン面、ハンセンはディフェンスでした。もらい苦しんでいますスタン・ハンセン、共にプロフットボーラーの道を歩みましたが、73年にプロレス入り、74年に劇的な再会、以後全米で日本で最強タッグの名を欲しいままにしました。いつでもブロディがそばにいました。竹内さん、これからは一人で、そして心の中にブロディを持って、そして戦っていかなければならないわけですよね。それだけに葉っぱにハンセンに立ってほしいですね。そうですね、もうあのブロディとコールされることはありません、ブロディと試合することもありません。スタン・ハンセン、あのブロディがインターのベルトを巻くこともありません。スタン・ハンセン、さあ悲しみをバネに立ち上がることができるか。一方的なブッチャーのペースになりました。うわーっと体当たり、ショルダータックル、ものすごい場外転落、場外転落、アブドーラとブッチャー。さあハンセン頑張れの声が飛んでいます。ハンセンまだこの流血、ハンセンがですね、右足のシューズを脱ぎましたね、ブーツを脱いでますね、どうしたんでしょうか。あーっていった、アブドーラとブッチャーの額を打っていった、己のシューズを脱いで素足のスタン・ハンセンだ、これは驚いた。さあ靴を持ったぞ、しかしブッチャーはひるまない、一筋縄の山さんいきませんからね。そうですね、もう一回いった、ブッチャーの額も割れましたね、さあ目には目を、歯には歯を、さあここでもう我慢の限界、ぶっつんだスタン・ハンセン、やっとつでもう一回、ものすごい悲鳴が聞こえます、ものすごい悲鳴が聞こえます。これは尋常ではないファイトだ。竹内さん、やっぱりこらえきれなかったんでしょうかね。そのプロレスのルールの枠を超えてきましたね。すごいバトルになりそうだ、すごいバトルになりそうだ、両者出血、両者出血の戦い模様になりました。スタン・ハンセンのすごい流血であります。これがスタン・ハンセンの表情、わあもう一回いった、もう一回いきました。さあどういう形で決着がつくのか。これは竹内さん、このままやると反則負けということも考えられますよ。考えられますね、さあ上樋口のチェックが入ります、上樋口のチェックが入ります。さあハンセンが攻撃に転じた、攻撃に転じた。さあおっと、もう一回離れた、まだ時間やった、靴ブーツで打っていきます。さあさあスタン・ハンセン冷静になる、スタン・ハンセン冷静になる、もう一回いった、今度はゴールのピッチャーが完全に動きが止まった、負けた敗北の上樋口、上樋口レフリーには手を出した。さあさあどうだ、あーっと靴でいった、靴でいった、あーっと振り上げた、ハンセンが先に蹴りましたね。これが上樋口のボディを2だ、これは予想外にしない展開だ、
口倒れました。さあ靴を持っていく、もう一回京樋口さんたちスヌーカーが入ってきましたよ。スヌーカーだ、スヌーカーだ、スヌーカーにも、スヌーカーにも靴、そしてブッチャーがハンセンを打っていった。山田さん、これはスヌーカーの乱入っていうのはどういうことですか。いやいや、ブッチャーとコンビを組んでるということですよね。あー、なるほど。あー、スヌーカーが出てまいりました。スヌーカーが出てまいりました。まあ、樋口さん、考えてみればスヌーカーにとってもこれは複雑な立場なんですかね。複雑ですよね。ブロディへの友情もありますし、ね、はい、やっぱりブッチャーは今の新しいソウルパートナーですからね。チェーンを持ちましたスタン・ハンセン。やり場のない怒り、やり場のない怒り、悲しみをぶちまけておりますが、ゴングが乱打されております。果たして判定はどういうことになるんでしょうか。スヌーカーが最後は乱入してまいりまして、このアブドールダ・ブッチャーに加勢をいたしました。スタン・ハンセンはただ一人リング上。これはこれはやり場のない、やり場のない怒りが飛び上げてくる。さあ延長コールが起こっておりますが、まだ正式な裁定は放送席には来ておりません。竹内さん、ちょっと今までの展開まとめていただけますか。これはですね、おそらく今の一つの試合の展開を見てますとね、はい、ハンセンの反則あるいはノーコンテストということも考えられますね。あ、なるほど。さあスヌーカーのピッチャーが今放送席の横、花道の方を引き上げてまいりますが、このスヌーカーの乱入によりまして、そのブッチャーが、まあ、救われました。大流血戦あれで割って入ったのは、ジミー・スヌーカー。さあスタン・ハンセンのテキサス・ロングホーンでありますが、これを勝利を収めてあげてもらいたかった。さあボールを打ちましょう。ご覧いただきましたようにスタン・ハンセンが反則勝ち、反則勝ちで、アブドールザ・ブッチャーを破った一戦でした。